名取忠彦11月26日から1977年2月20日は日本の経営者。戦後の山梨中央銀行東取。山梨県東山梨郡七里村に広瀬久正の三男として生まれ、重と命名される。山梨県立氷川中学校、第一高等学校を経て、大正11年に東京帝国大学経済学部を卒業し、 三菱銀行に入校し、神戸支店に勤務したが、胸を患い退職。その後、療養しながら、東京帝国大学の大学院に在籍し工場、経営学を専攻し、東京高等商船学校の講師を務めた。その間、甲府市長、貴族院議員を務めた甲府市山田町の商家、名取中愛の次女子と、対象13年11月に結婚し、 なとりしゲルと名乗ることとなった。昭和2年4月には第10銀行に入行し、東京支店長となったが、療養の傍ら出勤して執務することを繰り返すうち、病状がさらに悪化したことからナトリは意を決して昭和9年1月に銀行を辞職して、神奈川県鎌倉郡鎌倉町大町に転居し、療養に専念している。この間、おじ中将 広瀬武氏が救世すると、広瀬家の一時名は短名なので改名した方が良い。とのおじの若尾明八の勧めで創石に入り、茂るから、忠彦に改名した。その後病状が、解放に向かったため、昭和12年7月に、甲府に戻り、昭和14年1月に、第10銀行取締役に選任され、同年1月20日から昭和16年11月30日まで、 勤め、同行と、有信銀行との合併により、同年12月1日に発足した、山梨中央銀行の取締役を同日から、勤めている。対正昭和初期には、山梨県をはじめに本格地で、小崎葬儀が公用するが、これに対して、瀬尾義郎は全国を遊説し、地主と小作の協調を解く日蓮主義、青年団運動を展開するが、忠彦は、 高野孫左衛門や今井晋三ら県内の有力若年層の一人として影響を受け、戦時体制期に翌三層年団が組織されると団長を務める。1945年には GHQ の主導する地方行政における知事公選化に際して、山梨県知事中島健三の東京都計画局長店員の際におけるモデルケースとして知事企業を打診されるが、 翌相団長としての責任を理由に誇示している。その後、昭和21年1月に公職追放となる。昭和22年1月2日の山梨中央銀行第3代頭取、大森国平の逝去に伴い、同年1月4日に第4代頭取に就任。戦後には、左翼勢力進出に懸念を抱き旧急、相団同士と共に政治結社、 脈々会を結成し、県内企業家に向けて、労働運動への対決姿勢を呼びかけており、1954年10月に、給与引き上げ、女性差別撤廃を求めて起こった山梨中央、銀行従業員組合葬儀中銀組合葬儀に、際しては、名取側の脈々会と、組合側の剣道連、全道連の構想となり、名取は、強圧的に対応した。 1951年、公選第2回となる知事選においては、現職、吉江克康に対して、共産党を含む、捕獲連合推薦で出馬した、天野久氏が出馬するが、名取は、金丸臣と共に、天野を要求分子として批判し、現職の吉江を支持した。天野は、知事当選後に、名取を、山梨県総合開発審議会会長に迎え、名取の実刑、 広瀬久忠の参院選挙に際しては、講演を行い関係を修復する。自由党総裁の尾形武虎とも、信仰を持ち、中堂屋でもある、県知事の天野や金丸真の後ろ盾として、戦後県政に影響を及ぼし続けた。昭和33年4月10日に、山梨県商工会議所会頭となり、商工会の組織等に関する法律が、 施行6月10日されたことに伴う定款の一部変更が、同年8月1日に通商産業大臣から認可され、山梨県商工会議所から、交府商工会議所に名称が復帰した後も、昭和42年4月6日まで、交府商工会議所回答を務めている。ありがとうございます。